ナミさん、こんばんは。おはようございます。速稼塾の久保です。今回は2本のタイムリーな動画を送っていただきました。暗号通貨の暴落は今までもね、何回もあったわけなんですけども、今回は中国の方でやっぱり大きな破綻がありましたね。なんか第2のリーマンショックというふうに言われていますけども、まあ規模感としてはね、でも今のところリーマンショックほどには及ばないかなというふうに私は感じ取っていますね。しかしね、中国ってのはシャドーバンキングをはじめわけのわかんない経済の実態がありますので、どこまで連鎖倒産が続くのか、そして、今回もね、個人投資家さんに泣いてもらって、要するにそれを見殺しにして、まあこの件を収めようとするね、まあすごい共産主義体制といいますか、そういうところなのか、もしくは一定の救済措置を取ることによってリスクを分散してね、要するに株価が連鎖的に下がることを容認するのか、ここはねどっちなのかなと思ったところで、私はね個人投資家さんに泣いてもらう方をやるんじゃないかなと思うんですよ。要するに個人の、所得とか資産が上がることはけしからんという思想ですからね。基本的にはその権力者、共産党員の約1億人ぐらいいるそうですけどね、この方たちの特権を守るためには残りの13億人にいつも負担を押し付けるような形だとも言われてますね。まあ、いろんな考えやいろんな見方があるんで、私のこの判断もね、なんか妄想に過ぎないのかもしれませんけども、とにかくね、これからも注目していかないといけないかなということでございます。暗号通貨はじめ金融界に大きな衝撃がこれからね、ガンガンガンと走るかもしれませんね。そしてもう一件の方、注射の件ですけども、これはね、いろんな症状がやっぱり報告されていて、で中にはね、生きている状態じゃなくなる人もいるということなんで、ちょっと怖いんですけども、ロシアンルーレットみたいだなと思うんですよ。これね、一定の確率でどなたかが亡くなってるんですよね。だから死亡率が低いからいいじゃないかっていうことにはならないのかなと思うんですけども、この辺どういうふうに考えてるんでしょうかね。もちろん打たないことによる死者の数と、もうほとんどの方に打っていただいて、そこに生じるアレルギー反応などのね、死のリスクっていうのを考えたら、打たないリスクの方が高いんだとは言えるんですよ、経済活動その他を考えたら。でも人の生命っていうのは単純に数で論じるべきではないということもありますし、特に日本では反強制的にね、これから接種を呼びかける動きもありまして、ちょっと不気味なものを感じるなと思うんですよ。そもそもですね、現在のワクチンっていうのは昨年のクルーズ船で騒いだ頃に、まあ、研究が始まったワクチンですから、すでに旧型でですね、ここ数ヶ月で蔓延して8割以上が置き換わったと言われる新株、こちらの方には効果がね、まだ全く分かってないんですよね。そりゃそうですよね、治験がまだやってる途中で数ヶ月ってとこですからね。まあいろいろと不安要素は尽きないんですけども、私たちは、まあ、科学の英知をやっぱり信じてやってきましたからね。基本的には最善を尽くしてくださった医療界、科学界の皆さんに、信頼を置いていった方がいいのかなと思いますけども、ただ個人的にね、何が起こるか分かんないなと思ったらちょっと怖いですね。まあこれね、恐怖の感じ方は一人一人違いますんで、自分が大丈夫だったからあなたも大丈夫ってことにはならないんですが、無用な分断とかね、差別を生まないようにそれだけはしていただきたいかなと思います。なんかワクチンパスポートっていうのができると、飲食店などワクチン打った人と打ってない人と席を分けて座らせるそうですけども、これはなんかね、的外れな気がするんですよね。先天的に打てない方が2割から3割いるんですよね。もう、こうワクチンに生体反応、拒絶が起きて、もう打ったら本当に最初から効果もないし生命の危機が生じるって方は、そもそも接種する選択肢がないわけですよね。だから随分乱暴なことになったなと思いますし、かといってね、このまんまわけのわかんない時短営業なりなんなり続けてもなと思うんですよ。でそこでですね、麻生財務大臣がなんか急に変なこと言い出しましたね。なんかこの人流制限って意味あったのとか言い出して、分科会の意見に真っ向から立てつくわけなんですけども、分科会ってのは決定権ないんですよ。ただ意見を言うだけ。それを最終的に決めるのは、実は麻生財務大臣をはじめとする閣僚級会議なんですよね。ですので、今更麻生さんそんなこと言わずに、今まで分科会から上がってきた意見を
違うんじゃないのってずっと言ってくれればよかったのに、なんかね、責任逃れのようにアリバイ作りのように今頃ね、そんなこと言ってね、何なんだろうなと思っちゃいますよね。今まで1年半から2年に及ぶ人流制限、行動制限、さまざまな企業の営業停止など時短営業、これ全く無駄だったってことを麻生さんは言い出したわけですよね全く無駄だとは思いますけどね、結局は季節変異で、なんかね、暑くなったら増えて寒くなったら減ってになぞってるだけで、私たち人類がやってきた右へ行ったり左へ行ったりっていうのはもう本当にね、さざ波程度の影響しかなかったんだろうなと思います。その辺は高橋陽一さんがね、ずっと、こうなるああなるって言ったのは大体合ってるんですよね。でも高橋陽一さんはこんなのビビらずに経済活動やったらいいんだよって言ったら内閣参与を干されたというね、なんかね、本当のこと言う人がいなくなったんじゃないかなと私は思いますけども、どうなんでしょうかね、これはね私たち一人一人の判断が求められています。まさに人生は自己責任、投資も恋愛もそして人生もですね、自己責任ですね。じゃあまたよろしくお願いします。